しで僕らは8日、2月の週のハッピースマイル始まりました。イエーイ。俺も入ってはい、はいはい、今日はいつもより暗いお部屋ですが、はい、あれこっちか。じゃじゃん、お酒がいっぱい並んでおります。ここにね、あ、そうね、後ろね。そう、今日はちょっと訳あってジュダムールという黒磯のお店に来てます。しかもこれダダンって出てますけど、これは ある一定の人しか飲めないらしいですけれども、はい、これはある会というかね、ある会、ここにも出てますけどね、はい、みんなの会というねそう、みんなの会、はい、そう、今日はそのみんなの会っていうものが、はい、ね、那須塩原市と那須町、これそうですね、塩原も入ってですね、はい、で、その定例会ということで、はい、このジュダムールで行われてるんですが、はい、私もそこにのっこみで、はい
今日はこのジュダムールのお店を借りて、はい、1時間楽しんでいきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。イエイ。それでですね、もう実はこれ今ね私しかいないんですが、実は本当にあっちの席ではもうすごいたくさんの人がいるんですよ。超盛り上がってますね。超盛り上がってます。で、男性女性の比率って言ったらこれ8人ぐらいですかね。そうですね、もう男性ですね。ほぼ男性で、はい、これは自営業の人たちの、そうですね、自営業の人たちの、まあ、集まりということでやっております、うん、今日は。なんかすごいいろんなこう情報交換とかしたり、うん、なんだろう、やっぱりこう自営業だから、ね、うん、自分たちって仕事やってサラリーマンとはまた違いますからね、はい、なんかこういろんな発想があって面白いな、はい、聞いてて面白いなと思うんですけども、はい、今日はゲストに何人か、ね、来ていただいて、読んでね、勝手に読んでね、そうやりましょう。なんたってジュダムールお酒を飲むお店なので、うん、はい、皆さん酔っ払ってます。そうですね、ここ紹介するとジュダムールって言って、那須塩原市旧黒磯市にあります、はい、黒磯ボールというですね、はい、ボーリング場があるんですけど、はい、そこからブリヂストンがあるんですけどね、はい、ブリヂストンの方に上がってくると200メートルぐらいですかね、そうですね、上がったところ左側にある、はい、とっても素敵なバーなんですけども、そうなんです、はい、そちらからですね、すごい雑音だらけですけどね、今日は楽しくお送りしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみにもうカモンさんもね、はい、私もかなり僕これ映しますけど、そうハイボール飲ませていただいておりますので、カモンさんはハイボールしか飲んでないんじゃないですか今日。そんなことない、僕いくつも飲むと大変なことになるんで、ちゃんぽんっていうんですか、一般にね、ちゃんぽんやると大変なんで、これで、なるほど、楽しませていただこうと。何杯目ですかこれ。これ3、でも3杯目、4杯目ぐらいかな、4杯目ぐらい、4杯目ぐらいじゃないですかね、はい、私が来た時はもう2杯目って言ってましたからね、4杯目ですね。ちょっと私もね、今日はお酒を飲みながらで失礼しますが、はい、大丈夫です、酔っ払ってないんで、ね、はい、ちょっと誰か早速呼びますか、ね、清水くんおいで、おいで指名制、はい、そのヘッドセットしてください。はい、こちらに、こちらへどうぞ。はい、なんて言ったってみんな酔っ払いなんでね、はい、はい、まずねお呼びしましたのが、今日は婚活パーティーも合わせてね、やってるので、はい、ね、そうそれで頭伸ばしてね、グッて引っ張ると伸びるから、グッて引っ張ると頭でグッて引っ張ると耳元までいくから、グッて引っ張って下に、そう、はいはい、でマイクを口元にね、はい、清水くんです。はい、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてなんですよね。よろしくお願いします。暗くて申し訳ないんですけどね、清水さんは、はい、何をされている方なんですか。和菓子を作ってます。和菓子、はい、これ宣伝しちゃいましょう。はい、もうぜひぜひ宣伝の場で、はい、今日見てる方に、那須町黒田原で、和菓子をやってます。屋号は中村屋なんですけれども、名前の方は清水と言います。昔ながらの手作りで、ずっと実際、まあ、ここ3年ぐらいで、まあ、東京から帰ってきてやってますんで、よろしくお願いします。なんか和菓子って言ってもいろいろありますけど、はいはい、代表的なものって、代表的なもの、今のシーズンだと草餅、桜餅、あ、春に向けて、そうですね、あ、なるほど、まあ、結構全般的にやるんですか和菓子。そうですね、季節によって作っていくんで、ここら辺はだから、まあ、草餅とかっていうのも実際今は何日も日持ちの持つ餅、まあ、草餅っていうものが多いんですけれども、うちはまあ昔ながらの砂糖も入れてなく、へー、
生地に砂糖も入ってない、添加物も入ってないっていうものでやってるんで、日持ちは実際もう1日だけっていう形で、うん、そうですよね。なんか私もこう、ね、市販のものとかって日が持つじゃないですか、はあ、逆に怖くなっちゃって、その点はちょっとあのそれが当たり前だと思われちゃってるのが今なんで、うん、そうですよね、はあ、なんかこう食育って言われるけど、結構その辺抜いたら、うん、ちょっと厳しいんじゃないかと思うこと多々あるんですけど、そうですね、じゃあ知ってるのと知ってないとではだいぶ違うと思うんで、そうですよね。でも砂糖入れなかった甘みって何でだったの？あんこだけですね、中に入れるあんこだけの甘さで、へー、じゃあ皮はもう本当にそのなんていうんですか、お餅の味？そうですね、上新粉だけの米の香りだけですね。それとまあ草餅っていう時期なんで、あのよもぎの香りが、それが本当なんですよね、うん、今度買いに行こう、ぜひよろしくお願いしますあれなんかどら焼き、はい、どら焼き、さっきなんかちょっとどら焼きがあっていう、あ、はいはいはい、どら焼きはそうですね、全部まあよく今コンビニさんとかで売ってるじゃないですか、うん、けどそれより実際手で焼いてるっていうのは、うん、和菓子屋さんじゃないと。あ、そうですか。だいぶいい感じでヒゲかなと思って今乗っけといたんですけど。ちょっと気になったけど、まあいいかと思ってた。ちょっとマリオ的でいいかなと思ったんですけど。そうですね。けどどら焼きはみんな手で、全部うちはもう全部手作りなんで。こういう感じですか。そうですね。あ、お玉みたいので。引っ張る感じなんですけど、引っ張ると。種がくっついてくるんで、それで1個ずつ鉄板の上で焼くんですよ、はあ、ちょっと食べてみたいですね、今度来てください。あのね、この間バモスカップっていうね、はあ、あのサッカー大会を開いて、はあ、でその夜に清水君はあの焼いてくれたんですよね、はあ、みんな子供たちの目の前で、はあ、僕も食べましたけどめちゃくちゃ美味しかった、ちょっとそれは行かないと絶対ダメですね。ぜひよろしくお願いします。突撃レポートですねこれ。突撃、うん、本当にやりました。しゃもじ持ってくる感じですか。しゃもじは持ってかないです。あ、そうですか。隣の学校始まる。すいません、余計なこと言いました。ね、しゃもじがいいですか。しゃもじ、しゃもじでも全然いいですよ。うちにもいっぱいありますんで。わかりました。何か一つ持っていきます。したら、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしたらそれはまた写真撮って Facebook で上げる感じで、はい、ぜひ、はい、はい、ちょっと Facebook ね、私あのやってるんですけど使い方がよく分かってなくて、はい、ぜひあのだいたい申請してもらう側みたいな感じになってるんですけどそうなんです、ね、ちょっともうちょっと Facebook 攻略しないとなと思って、よろしくお願いします。お願いしますはい、ぜひぜひ。次来ましたよ、いい人が。あ、来ましたね。あ、次来ました。次来ました。写真担当だからね。じゃあ最後に、はい、お店の、はい、もう一回宣伝を、はい、場所とね。はい。ね、ここですか？いいんですか？大丈夫ですか？那須町からでいいんですかね？いいですか？那須町黒田原のファミリーマートの隣で、やってます中村屋酒水って言いますんで、基本的に手作りでずっと続けてるお菓子屋さんなんで、ぜひ機会あればお試しをよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、すいません、ありがとうございました。はい、汗びっちょりなんですよ緊張するよね、いきなり呼ばれたからね。酔っ払って緊張します。えいっす、はい、今記念写真を、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。テンパりましたよ、ありがとうございま す,、はい、います。じゃあ今度バモスカップの話が出たんで、そうです ね、メインのひとみさんをちょっと呼んできますからね、ちょっと喋って。はい、バモスカップとは何ぞやということですね。今ですね、私7時半、8時ちょっと前ぐらいからいるんですけども、どうやったら那須塩原市とかね、その那須町が活性するかっていうことをすごく真剣に話し合ってる。今清水くんの後でちょっと濡れてますけど話し合ってまして、いや、ここは本当にすごいすごい会なんだなっていうのがすごく伝わってきました。はい、と話してる間にも
はい、こんばんは。はい、こんばんは。一人さん、黒いな。え？でも大丈夫ですね、映ってますね。黒い？俺、色白って言われてるんですけど。そうなんですか？どの辺を見たら。え？はい。はい。ひとみさんです。ひとみさんです。はい、どうもこんばんは。どうもこんばんは。バモスカップの、はい、の、はい、実行委員長、はい、はい、やらせていただきました。はい、バモスカップって、はい、何ですか？ですね、はい、東日本大震災で、サッカーができなくなってしまった子どもたちを、主体に、僕の仲間たちと考えて、企画したサッカー大会です。なるほど。じゃあそれをその東北の子どもたちが、はい、こっちに来るんですか？そうですね、北那須の方に、招待して、はい、サッカー大会をやるみたいな。これもう何回かやられてるんですか？いや、今回が初です。あ、うん、今回が初で、まあ、すごく好評だったんで、はい、まあ、これから先も続けていきたいなとは思ってますけどね。なんかこうね、こう那須塩原市ってそんなに大きい被害っていうわけでもなかったじゃないですか。はい、まあね、それぞれの家でいろんな被害はあったと思うんですけど、はい、その、ね、小学校に行けなくなっちゃったとか何かができなくなっちゃったってことってほとんどないと思うんですよね。そうですね、だからそのできな、その東北の子たちがサッカーとかができなくなっちゃったっていうのもわからないなかったじゃないですか。はいはいはい、もう普通の人だったら多分わからないと思うんですよね。だからこういう会があってこういうことが行われてるっていうのも私も今日実は恥ずかしながら初めてしたんですよね。あ、そうなんです。でもなんかすごい本当にこう何を東北の人たちにしたらいいだろうって私も常々考えてはいるんですけども、はい、どうやったらこう、ね、みんなが笑顔になってくれてとかって考えるたりするんですけど、こういうそのサッカーとかっていう発想全然なかったんで、はい、なんかすごいなと思って。私自身が、仕事でうちの会社っていうのは郡山が本社なんですね。はいはいはい。で、私こちらで代表で動かして営業所っていう形で動かしてもらってるんですけど、私も毎日郡山の方には通ってます。で、震災後に各小学校のまあ、なんていうのかな、震災復旧工事の方に携わってきて、震災後約1ヶ月から2ヶ月ぐらいの間にその学校を私がこう見て歩ったんですね。その時に子どもたちを見てすごくこうグラウンドで遊んでる子どもたちがいない。で、ましてや学校の教室の中でも普段の日常とはまた全く違った雰囲気がすごくこう漂ってたんですよね。で、詳しく話をいろいろ聞いたんですけど、やはり放射線のその何て言うんですかね、放射のレベルというんですか、高くて、やはり子どもたちが表で運動できない、スポーツできない、でましてや限られた時間の中でっていうのを聞いて、すごく自分のその子供たちの世代と重ねちゃったんですよ。そしたら俺らの時ってそんなこと考えもしなかったことが今の子供たちが
そういうなんつうんですかね、運動する時間、外で遊べる時間もう限られてしまって、もうどうしようもなくこう見てらんなくなったというか。で今回自分たちの仲間たちに相談したらさ、じゃあぜひやってみようよっていう形で振っていただいたんで、これはもうやるしかないなと思って頑張ってやってみました。なんかすごいこう思いを形にするってなかなかそう簡単にできないことだからこそ、なんかこうすごいなってね、私たちにとっては当たり前にできてることが今の子どもたちはできなくて、でもそれを分かってても行動に何かこう行動に移すってなると何やったらいいんだろうって全然私も頭の中が全然思い浮かばないに、その本当にこう一つのことで一つのことでこうみんなが集まって、まあ、今日の、ね、会を見ててもすごく思うんですけど、僕たちって、正直、みんな、すごく一つのものに正直で、これをやろうって決めたら、まあ、みんながみんなそうではないと思うんですけど、あんまりこう深く考えない、感じたものをそのままにっていう考えで動いてますんで、かわいそうな子どもたち、やっぱり子どもたちの笑顔は僕たちにとってパワーになりますからね、うん、実際ね、2日間僕も参加しましたけど、本当に子どもたちが外でのびのびサッカーができるって環境っていうのはすごくいい映画を作りましたよね。そうですね、実際だから僕も今回この今年から僕はこのみんなの会に参加させていただいて、でまず最初にこのバモスカップがあるんだよって話を聞いた時に、その今までボランティアっていうと向こうに行ってやることだっていうのがイメージあったんですけど、この会に関してはその逆に向こうでできないことをこっちでやらせてあげようじゃないかっていう考え方が、すごくいやこれはもう僕も参加させていただきたいと本当に思って参加させていただいた回ですので、ね、もうすぐ動画もできますから、そうですか、1時間ぐらいなんで YouTube でアップできるかどうかわからないですけど、アップしたらぜひみんなに見ていただきたいなと思ってるんですよね。そうですね、はい、それはカモンさんのブログを見れば、そうですね、Facebook にもアップしていくし、もう少し見れるようにね YouTube の方も公開していこうと思うので、はい、ぜひね、子供たちの、はい、笑顔をね見ていただきたいですね。本当ありがとうございます、まあね、もちろんこのバモスカップは来年も、はい、ぜひやりたいですね、はい、じゃもし今日ねこれ見てくださってる方で私も何かできることないでしょうかとかって思う人がいたら、ぜひね、ラスデブにうちの、ね、サイトにメールいただければ、そうですね、僕がつなげていきますので、ぜひぜひ、はい、ご連絡ください。よろしくお願いします、はい、みんなの会って入るのにこうなんかいや特別これといって、決め事とかはないので、誰でも入れるようなシステムは取ってますので、はい、ぜひ参加したい方っていうのは、はい、全然 OK ですということなので、はい、皆さんももしよかったらぜひ一緒にね、もちろん被災地の子どもたちもそうですし、子どもたちが笑顔になると私たちもみんな笑顔になりますもんね。そうですね、うん、だからみんなでこう笑顔になるその空間を作っていきたいですよね、やっぱり。そうですね、はい、じゃあ、はい、バモスカップ実行委員長、うん、第1回の実行委員長ですね、はい、2月の11、12と2日間行われたバモスカップ第1回の実行委員長の瞳義明さんに、はい、今回来ていただきました、はいはい、本当にありがとうございます、はい、いや、とんでもないです、ありがとうございますこれからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、はい、いやありがとう。
ございます。ありがとうございます。素敵ですね。もう緊張しました。いやいや、すごい伝わったと思います。はい、続いてのゲストを呼んでくる。続いてのゲスト、はい、曲流すか。そうですね、映像流しっぱなしで。はい、じゃあここで何いきますか。ですね、やっぱり今笑顔が出たんで、笑顔っていう言葉が出たんで、私は君へ空へがいいです。はい、はい、曲見ていただきましょう。はい、遠藤香織で君へ空へ。
りで君へ空を聞いていただきました。その間に聞いてもらってる間に次なるゲストをお呼びしました。はい、なんて紹介すればいいですか。室井さんです。はい会社名も言っていいの。はい、ダイソーの室井と申します。はい、金物をやっております。よろしくお願いします。100均ではないですよね。100均ではないですね。はい、よく間違えられますからね。そう、はい、100均のダイソーダイソーですよね。そうです。そうそうそう、室井さんはダイソーウーですからね。ウーですから間違いないね。はい、文化会館の近くでやっておりますので、はい、よろしくお願いします。あのね、そう、そうですね、あのですね、あ、そうなの、うん、そう、全世界に、あのこれ言っていいのかな。ダイソーさんって実はあの、うん、私が全然あのもう何年も前なんですけど、はいはい、うちの妹がお世話になりまして、あの働いたとかじゃなくてですね、あどういうこと、あの文化会館っていうかこうスイミングのところから来るじゃないですか。来る来る。そこでうちの妹が事故をしまして、うんうん、車を置いといてもらったんです。一日本当に何年前だろう。3年か4年ぐらい前ですかね。あ、じゃあいるかもしれない。あの黄色のムーブラテを置いといてもらったんです。まあどんどん事故ってもらってまた使ってください。もうお姉ちゃんもね、事故った時にはぜひ。全然金物屋さん関係ないですけどね。はいはい、はい、よろしくお願いします。これはもうね、カモンさん同級生ってことで、カモンさんと同級生ですね。カモンさんと、はい、なんかすごいわかる呼んだことないけど、普段はタメですね。昔からタメって言われてた。そう。なんでタメなんですか。それ説明すると長いからいい。あ、そうですか。同級生のタメっていうイメージはない。じゃないです。中学校の時の軸が一緒だったんですね。そう、中学校は違う。うん、勉強してないけどね。そう、してない。こっちはしたけどね。薬剤師になったらね。薬剤師。そうでもないしてね。ね、カモンさん、薬剤師。いや、私はあんまり後悔してないから言わないね、ここでは2回言っちゃったはい、ね、なんか私も突然だったんで、はい、え、これどういうつながり、みんなの会、みんなの会、はい、うん、まあ、今回はバモスカップの、うん、と実行委員なんで、ね、委員になるね、私はね、委員長じゃなくて委員になるね、はい、そうそうそう、一応バモ、みんなの会の中にバモスっていうサッカーチームを持ってて、はいはいはい、そのバモスチームが主体となってバモスカップっていうのを開いて、はいて、はい、私がその、バモスのっていうサッカー委員のキャプテンをやってるんですよ、はい、私がキャプテンで、私の上にあの秋元さんっていう方がサッカー委員の委員長をやってる、はいはいはい、そう、え、バモスっていうのは、はい、このみんなの会で作ったんではなくてもともとあるもの、あ、みんなの会で作ったんですね。サッカーチームも持ってるし、ソフトボールチームも持ってるし、そう、で今はちょっとシーズンオフですけど、エンジョイリーグっていうやつが那須塩原市であって、エンジョイリーグ、エンジョイリーグ、それ年齢制限があって33歳以上のリーグ、サッカーのリーグ戦だ、ダメだ、私出る気満々だったでも女の子も出てんの。あ、でも私蹴れないんです、ボール蹴んなくて頭でいく、頭でいく突っ込んでいく、ゴールキーパー志望でゴールキーパーいっから打っちゃう、小林さんっていう正ゴールキーパーじゃあマジでかい人がいっから、そうそうそう、あ、そういうのには勝てないかも、どんなに飛んでもダメかも今度出てみてよ、じゃ あ出ないよゴールキーパー、とりあえず練習参加しなよ、そうそう、お前が来いよ、初めて一回も来ないのねえ、そう、走ってんだからサッカー出ればいいんじゃないですかね。いや違う、初めは、うん、フットサルチームをタメが作ってたんで、そうそう、カモンさんがね、そう、カモンさんがで、フットサルチームがあの会社のひまわり薬局から取ってひまわりっていうチームを作ったの、うんうんうん、で、そこに俺が助っ人で行くようになったの、うん、そう、助っ人で行ったんだけど抜けたのこいつ。ひどい。そう。人数集まったからいいやって来なくなっちゃったの。ひどい。で投げ出して、で俺が引き継いでいって、どんどん初期のメンバーっていなくなっちゃったのね。ほとんど初めはカモンさんの同級生で途中で組んでたんだけど、でだんだん途中生がいなくなっちゃって、で俺も知り合いどんどんかき集めてって、で最後には俺一人だけ日本人でみんな外国人になっちゃったっていうね。それで消滅しちゃったね、最後ね。その延長ではないんですよね。ま、それとはまた別なチームなんですけど。カモさんやりましょうよ、じゃあ。何やってたの、スポーツは。私、バレーです。あ、バレーなんだ。
バレーです。小学校から。実はうちの嫁の後輩なの、うん、そうなんです。あ、そうなの。そうそう、バレーだからね。黒子の、黒子の、じゃあ我々の後輩なんです。でも何個もしたでしょ。8個ですね。そうそう、8個なんだ。俺ら8個した。そうです。ああ、うちの嫁と一緒です。あら、同級生だね。え、そうなんですか。うん、58年生まれ。58年生まれ。あ、じゃあ一緒だ。高校は違うけどね。黒子じゃない、南だったからさ。危ない危ない危ないね。だっぱら中。ああ、わかんない。うんうん、何中だったの。日進中です。あ、そうなんだ、はい、よかった。変な噂流されて ね嫁に筒抜けになるからね。俺言ったらいろんなこと知ってるからね。あ、ねえ、これ嫁聞いてないよね、大丈夫ね。え、なんか今日ね、このイベント婚活も組まれてるね。私も見事にあの独身チームに入れられたんですけれども、うんうん、彼氏いないの本当に。はい、彼氏いないの本当は。そうだよね、そうだよね、夢を与える仕事ですからね。そうです、そうですよね。結婚ももちろんしてませんし ね、はい、ね、2回しかね。はい、ダメです。あの、もう結婚したらダメと言われてるんで。あ、そうなんだ。はい、言われてます。はい、言われてます。俺からね、マネージャーって言われましたからね。今日特別マネージャーなんですよね。普段ライブはどこでやってるの。ライブ黒磯市内。あのフリーダムってどこ。フリーダムは違うの。フリーダムは、うん、実はあの公にはまだ多分されてないかもしれないんだけど、うん、今年でちょっと閉めちゃったんですね、うん、そう。あ、そうなんだ。あ、でもすぐそこにね、スタジオのフリーダムっていうのがまたあって、うん、そこが公開ライブができるような形に今度なったから、まあ、それもだんだんと告知していければなと思ってます、うん、あとなんだっけ、ディレートとかあるよね。そうそう、ディレート、うん、ディレート、うん、この間やりましたライブ。あ、そうなんだ、はい、あ、そうなんです。そう、あとは、あとはどこでしょうね。前は、うん、あの西那須のアクアスあるじゃないですか。知らないけど、鳥線あと駅前にあったんですよ。そうなんです。そこでやってたんですけど、ちょっとあの音が出せなくなっちゃったんで、もう今はその黒磯市内か県南進出か。まあいいんじゃない、文化会館でやっちゃえばいいじゃない。文化会館でやりますか。あ、ちなみに3月3日ね、スキマスイッチのライブを見ていきますんで、行きます。いいな、大好きですんで私。はい、はい、スキマスイッチいいな。いいよね。あのチケット取ろうと思ったのにすっかり忘れてて。まだ取れるべ。え、取れますか。嘘。うん、だって文化会館でも売ってるもんね。そう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 、当日にってことですか。いや、まだ前より売ってます。うん、前より残ってるって言ったよな。3月3日いないし、うん、私なんでライブかなんかやってんの。いえ、勉強会です。何の、何のだろう、わかんない。まあまあまあ、いろいろ、まあ、いろいろ、ね、いろんな意味で ね活動ね、はい、影では、はい、ね、影でのお知り合いですから。はい、影でのね、影での裏側で知ってたんだよね。そう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 、びっくり。実は初めましてではないっていう。そう、はい、よくわかったね。いや、もうすぐわかりました。さすがだね。来た瞬間にびっくりしてたもんね。あれ組んだ組んだ組んだと思ってた。それはないですけど、ちょっとどうしようと思って。もうね、仕事上はそんな和気あいあいとね、喋るわけじゃないからね。そうなんです。そうそうそう、ね、でもこれからは笑顔で参りますんで、はい、まあ、そうなんです。よろしくお願いします。そう、ね、いつも優しくしていただいて、大蔵様で、本当に皆さん優しい人たちで、とんでもないです、とんでもないです。ね、はい、ね、なんかこう、もっとお店のアピール、お店アピール、お店のアピール、あれ、ほら、だってさ、トイレのレンタルとかさ、うん、そういうのもやってるでしょ。やってるけどね、あとはいいよ、うん、今貸し出ししてない。あ、してないね。いっぱい、全部出ちゃってるから。出ちゃってるのね。まあ、結構現場出てるんだよね。あ、うん、まあ、でもそういうのもやってるということで、金物屋さんとか言っても ね、何が一番主なんですか。建築金物だね。例えば大工さんが使うさ、柱を止める金具とかさ、
っていうのを支流にやってるな。じゃあ俺もね、波板って分かるかな、ね、屋根材のね、屋根材の、うん、あったの、うんうん、そう、自分でやったの、それをできたんか。できた本当、うん、本当そこでバーベキューやろう。何の話だったんですよ。テラスに全部つけて。あ、そうなんだ。古いの外して付け直したら全部。何でも自分でやるもんね。でもね、大したもんだよ。うちのスタジオのトイレも俺がやった。もうそう言ってましたよね。そうなんか、うん、そう、私らの声よりも後ろのすごいですね。皆さんこれ参加者ですからね、はい、あのブロックはその一部なんですか、やっぱり。ブロックどう慣れた？もう慣れました。慣れた？あのビクビクしながら働いても全然ブロック見てても面白くねえだろいや、そうでもないですよ。あのうちはこういう風にしたいなとか、うん、とか見てすぐ終わっちゃうじゃんそんな種類ねえじゃん。そう、実はですね、あの、うん、私、まあ、某職場から、うんうん、歩って3分くらいなんです、うち。あ、そうなの。はい、歩っても通える。どっから？会社から、ね、あ、今建ててるとこ。もう公にしちゃってますけど。新築建ててるとこ。いえ、違います。あの、実はあの雑木林があるじゃないですか。雑木林っていうか、杉がいっぱいあるじゃないですか、うんうんうん、道路の反対側、うんうんうん、その、うん、林と林の間に実は市道がありまして、うん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 、そこ入っていくとうちなんです。あ、そんな近いんだ。すごい近いんです。そうなんです。なんで入ったの普通の話してる。顔見知りだったから。違います、あの広告見て、うん、あの、あ、じいちゃん募集かけてたんだ。募集かけてて、じいちゃんばあちゃんが、うんうん、もうすごい頑張っちゃって、うんうんうん、半コネみたいな感じ。ね、なんか前は何やったの音楽で食ってたの？いや、音楽やって、うん、セブンでバイトしてみたいな。あ、そう、あのブログよく書いてたんで。そんな生活から一変してしまいまして、もうね、今日はもう公の場にします、はい、ラーメン屋にもいたからね。あ、そうなんだ。ラーメン屋のにもいます。ため、なんでわかったの？なんで知り合いだったの？俺これラジオやって、うん、すいません、ラジオやって、うん、音楽やってる子たちをいろいろ知り合ったから、ブラスバンド部。そうなんですか？知らなかったの？知らない。ガッチャマンね。え、黒井さん、ガッチャマン、そう、ブラスバンド。俺その後ろでうっぱって決してサッカー部には応援に来ないブラスバンド部。野球にしか来ない。あんな1回戦負けする野球部にしか行かない。いや、それが3年の時はなんと1回戦突破したんだよね。岸辺らの時。そうだよ。マジで。そう、3年の時初めて突破して俺泣いたもん、うん、いや、クロコかってずるいよね。いや、弱い野球ばっか応援してさでも実際サッカー部って応援にブラバンとか行ってたもんなんですよ。いや、来ない。多分ね、野球部以外っていうのは決勝ぐらいまで行かないと来ねえよな。あの、黒磯高校っていうのは昔甲子園に出た経験があるので、その流れでずっとブラスバンドは野球の応援だけは行ってた。確かに行ってたかも。じゃあスペシャルゲストが来ました。大御所が来ました。じゃあ最後に、はい、最後に紹介していただいて。はい、俺の、はい、うん、ちょっと待ってください、黒磯市はないね、那須塩原市上安崎で、金物屋をやっています、ダイソーと申します。何かありましたらご連絡ください。こちらまで出ねえからこれ生放送だから。以上です。大御所に変わります。ありがとうございました。ありがとうございます。大御所出ない。まあそんなわけでね、はい、次変わって、はい、どうぞどうぞ。俺しゃべることないもん。いやいや、もう会社アピールしましょう。アピールしてください。アピールする場所もないでかいから。いいアピールする場所もないぐらいの大御所だから。あ、本御所ね。はい、大御所、はい、いらっしゃいました。いらっしゃいませ。はい、じゃあまず自己紹介からどうぞ。前田博美です。カメラ見てくださいね。これあの、どれぐらい見てるんですか、この。今4人になっちゃいましたけど。あ、4人？あの、再放送ずっと残りますから。世界に流れてます。全世界で見れます。海外で見てる人いいんですか？あの、時々見てます。ああの、オーストラリアからメール来たこともありますから、ね。へ、
すごいですね。まずお仕事から、電気屋です、はい、どちらで電気屋さんやってるんですか。旧黒磯市、はい、那須塩原市ですか今、はい、もう、ね、那須塩原市です、はい、もうね、超面白いですけど前田伝説さん、あ、言っちゃった、ね、言っちゃった前田伝説さん、前田伝説、はい、宮城の近くに行ったらいいんですか。いっぱいあるじゃん。あ、そっかです。なんつったらいいんですか。商工会の近く。はい、はい、うん、わかんない、事務所あんなでかいのに、意識してみないとわかんない。あ、あの心が清い人にしか見えないんでやばい。これよく見えてるけど記憶ない、ことが証明されてしまった。主に伝説って言っても設備の方ですよね。そうっすね、あの建築とかの電気配線とか、ね、屋内、はい、屋内配線です、はい、はい、そうですよね、知ってんね、はい、いや、わかりますよいろんなつながりはやってね、このラジオやってますから、はい、そうなんですね。じゃあ、また来週終わりだ、大場所 なんすか、まだまだなんかあるんですか。みんなの会では最初からいらっしゃるんですか、前田さん。いや、あの入ったつもりもないんですけど、なんかね、なんかね、名簿に入ってますもんね。あ、会長が、会長がまずいな。カメラここですか。カメラここです。あの多分こっちからの前ですね。真ん中だと入ります。はい、会長来ました。会長来ました。はい、今日はみんなの会で。あ、じゃあ、いや、いいのいいの、ここで、これで拾います。あ、今日はみんなの会、2月例会、盛り上がってます。はい。あの、自己紹介はコマーシャルしましたか。はい、まだしてないです。まだしてないですか。呼んだらしようかと。皆さんこんばんは。みんなの会会長の秋葉雅樹でございます。よろしくお願いします。今日はですね、これ映るかな。あ、これなんですよ。ね、これ映ってる？映ってます。これがジュダムールオリジナルのみんなの会メンバーだけが飲めるみんなの会マサキフルール。美味しいんです。氷はクラッシュアイスが溶けちゃいましたけど。溶けちゃいましたね。はい、あのクラッシュアイスが入ってまして。ぜひジュダムールに来た時には、はい、みんなの会マサキフルールを頼んでください。はい、これなんで、はい、なんでストロー2本なんですかね、これね。これおしゃれ、2人で飲んでください、2人で飲んでくださいっていうことね。なるほど。これは婚活にふさわしいね。うん、そう、美味しかったでしょ美味しいです、美味しいです。でも、すごい強いですけど、これベースはボッカ、ね、ベースボッカね、でもちょっとしか入ってないですね。美味しい、はい、です、はい、あ、飲みたい人はみんなの会に入るように、はい、ぜひぜひね、入っていただいてね、はい、会長言っちゃう、ありがとうございます。会長でした。風のように来て、風のように去っていきましたね。じゃあそろそろあれですか、お別れの時間。いやいやいや、前田伝説じゃあ、はい、ぜひ、え、なんすか、 PR、 はい、アピールっすか。いや、別にないっすよいやいや、もうあの、ね、あの確実な室内配線、それをモットーに行ってる前田伝説さんじゃないですか。一応表向きは、はい、いやいや、表向きは、ダメです。表向きも裏向きも、あの確実な配線を行うという会社で有名でございます、はい、ありがとうございます、はい。そんな前田さんも、ね、このみんなの会に所属してるらしい。なんなんすかね。入ったつもりもないんですけどね。ね、はい、なんか、え、普段は、はい、どういうことをやってらっしゃるんですか。普段はあの主にあのボランティア活動を毎日、朝のゴミ拾いから始まって。そうですね。マジっすか。はい、金利嘘です、はい、どこが本音でどこが嘘なのかよく分かりません。全て嘘ですね。じゃあみんなの会話入っているっていうこと。いや、本当にそれは入ったつもりもないんですけど、あの ここはあの編集しといてください生ですから、おまき生放送ですから。これ会長に聞かれるとまずいんで。なんかあの一瞬にしてすご
い時間がゆっくりになった感じああそうっすか、いいですね、ちょっとねもう眠いっすよ結構お酒飲まれました？いや飲んでないっすよ今日、ね、ストップですか？今日ね今日現場だったんで、あちょっとね普段やり慣れないことをやったんで疲れてしまいました。外とかもやるんですか？あの基本的に現場やんないんですけど今日はちょっとやってきて、こうね頭もヘルメット一日かぶっててボサボサで働く男はやっぱりかっこいいですね。あの電気設備って僕、ね、あの、ね、いろいろ聞くんですけど、はいはい、結構危険もあるんですよね。あもうあの、ね、そのまま触っちゃうと、ね、体が、ね、あの離せなくなったりとか ね、 感電はね、 そういう危険もありながらやって日常茶飯事ですから、ね、怪我人とかはいないんですか？あもうしょっちゅうですよ。働く男ですよ、本当に。そうですよね。こう私たちにとって電気って絶対もうね、必需品じゃないですか。震災があってからもすごくね、そうっすね、思い知らされましたけど、はい、うちほぼオール電化で。マジっすか。大変だったんですね。うちはね、エコキュートも入ってないしね、IH クッキングすら入ってないし。ガスですか。だから震災の時はガス使えたんですよ。ねえ、なんかそういう時に電気のありがたみを知ったというか。あそうですね。逆もしかり。いや、うん、あのうちガスでよかったなって。そう。ねえ、なんかありゃーと思って、トイレもレバーじゃなくて電気なんで。あ今ね、あのいいやつは電気差し込んでおかないと水も流れないなんてね。大変でした。だからうちあの家が水があのポンプ式で家の中に入れてるんで、電気切れると水家使えないんですよね。ああなるほど。そうそう、室外ポンプつけてるんで、そうだからね、あの時は大変だったね。もう寝るしかなかったんで寝てましたよ、ね。なんかこういう働く男の人がいるからこそ私たちは安全に電気を。いやー、違うんですか？あの東京電力さんのおかげじゃないですか。まあまあまあ、今ありますけどね、今ね。ねえ、本当に、なんか、本当に眠そうで。まあ、もし、那須塩原市、もしくは近郊で家を建てるという方、あ、まあ、建設会社選べるんであれば。そうですね、ビルとかね。まあ、ビルもね、そうですよね。なんすかね、あと、あのコンサートホールとかね、はい、あとはリフォームなんかもやるんですかね。ああ リフォーム、はい、リフォームの場合の電線、あの配線というのもね、はい、やっていただけますから、はい、ぜひ前田電設さんぜひ、はい、ありがとうございます。ご利用いただければと思いますので、はい、その際はぜひよろしくお願いします。はい、そろそろあれですか、お別れの時間。そろそろもうエンディングに近づいてまいりましたので、はい、はい、じゃあまた来週このままエンディングまでいますか。じゃあ2部ってあるんですか？2部ないですこのままあとエンディングに入っていくって感じですね。なるほど、はい、はいはい、まあ、今日はそんなわけで、はい、みんなの会、はい、ね、はい、はい、本当に、まあ、今日ね本当にごく一部の人しか出演していただかなかったんですけど、うん、その中でも、まあ、みんな和菓子屋さんだったりね、金物屋さんだったり、そうそうそう、電気屋さんだったり、うん、ね、なんか、まあ、愉快な仲間たちがいっぱいいる会というか、本当にもう職種それぞれで、ね、それでもやっぱり一つのことをやろうとして集まってて、でアイディアいっぱい出るだろうななんて思いながら。そうなんですか？わかりませんいやでも実際そうですよ。あこのバモスカップ開催に関しても、あ素晴らしいですね。あの、ね、昨年からねずっと企画が進んで、僕は途中から入りましたけど、ね、あの本当にそのよくここまで、ね、計画立ててきたなっていうのをすごく感じて、すごいな、このすごいですね、なんか ね、 ね、はい、惰性でやった感じでね、なんとも、いやなんかでも私もなんかこう協力したいなっていうのが、はい、できることがあるならばっていう、ね、女性の目線も、女性もいるんですか？女性、女性いないです、みんなの会には女性いないです。あじゃ あ、 あのテーマソングとか作ったらいいんですか？作ってくれたらいいよ、みんなの会のテーマ。そうですね、うん、わじゃあ作っていただきましょう。元気のいい曲、ね、僕じゃ あ、 あのコーラスぐらいできると。いいですね、みんなでそこに入るっていうのも面白いですよね。あちょっと面白いかも。面白い面白い、
いい案を出していただきました。あ、もうすごいすごい。ありがとうございます。で本当に那須塩原市、那須町を本当にこうもっともっと良さを、ね、知ってもらいたいって、はい、私も歌でそれをずっと やっていきたいって思ってたんで、なんかこういろんなものがちょっとつながったなって今日一つ思いました。本当にこれからも、ね、うん、なんかもっともっといろんな人と関わっていろんなアイディアもらって、そう、ね、そう、歌を作るのにもやっぱ一人の力じゃどうにもならない、自分の感性だけではこう表現できない世界とかもあるんで、こう皆さんとやっぱ関わり持っていろんな刺激を受けて作っていけたらなってすごい今日思いましたね。なんか参加して本当に良かったです。まあ、編曲なんかはね、任せてくれる。プロデューサーでやってもらったのかな。じゃあ構成作家で今度呼んでいただければ、ね、はい、よろしくお願いします。突撃レポートも行こう。あ、もうぜひ前田伝説さんね、行こう行こう。なんか面白くなってきました。働く男の姿を今度いいですね、レポートさせていただいて、なんかせっかくだから突撃レポート、ね、カオリンもヘルメットかぶって行きます、ね、現場もう何でもありますから、ね、ぜひぜひ、はい、はい、あ、じゃあ、はい、あ、もう終わりだって。顧問、あ、アドバイザー、アドバイザーの小林さん、あ、じゃあ最後に、はい、はい、じゃあまた来週、はい、最後に来ていただきましたけど小林さん、はい、アドバイザー、みんなの会のアドバイザー、はい、はい、アドバイザーをおせつかってます、はい、小林と申します、よろしくお願いします。はい、バモス、みんなの会のバモスチームではキーパーを、え、一応ゴールキーパーやってます。私がやりたいキーパーですね、はい、そうですね、はい、まあ今季はまあ優勝を目指して頑張りたいと思います。はい、ね、エブリーカップでしたっけ、何でしたっけ、エンジョイリーグ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 、はい、33歳以上と、ね、そうです、いいおっさんたちが体力もないのに駆けずり待ってます。いいですね、うん、まあ私ゴールキーパーなんであんま走れないんですけど、でもうちのキーパーって結構忙しいんですよ、攻められっぱなしなんで。忙しいんですよゴールキーパー。暇な方がいいってことね、ゴールキーパー。いや、でも来る球、来る人、来る球どんとこいって感じで、まあみんな受け止めちゃいたいんですけども、唯一ね、女性の心だけちょっと受け止められないのがちょっと僕の弱点かなみたいな。うまい、うまいけど、うまいのかなこれは。うまいですよ、うん、まあ、手も大きいですし。あ、大きいですね、手大きいですよ、見てくださいこれ、ゴールキーパーやってる人は第一関節。J リーガーのね、J1 のリーグのゴールキーパーさんより大きい。でかい、うわぁすげぇ、多分に、うん、今日本代表の 川島ゴールキーパーとか、はい、あそこら辺も多分10号とか使ってると思うんですよ、僕も同じ10号使ってるんで、ゴールキーパーやってる方で10号のグローブ使ってると、あー結構でかいねみたいな感じ。はい、でかい、確かに、うん、まあ外国人のゴールキーパーだと12とかもいますからね、はい、すごい、もうグローブみたいな手ですもんね。そうですね、そうですね、うん、じゃあそろ、はい、番組も終盤なので、はい、小林さん、何かアピールがあればぜひ。そうですね、私たちこのみんなの会っていうのは異色の職業のみんな後継ぎさんとか、まあ、僕みたく自営で自分から始めた人間とかたくさんいると思うんですけど、なんかこうみんなを、みんなのこう持ってる力を一つにこう蓄えて、まあ去年あった東日本大震災の、まあ、私も5回ぐらいボランティア行きましたけども、いろんなこう地域の人が とか子どもたちとかと共有できて、何かこの日本に足らない何かをこの栃木県那須塩原市からこう発信できたらいいなと思ってます。そしてもう日本中がこう笑顔になれたらいいなっていうのが、まあ、お金で僕ら動くそういうクラブじゃないんで、まあ今日出会った、遠藤さんとかもそうですけども、みんなね、さっき素敵な歌声で歌を聴かせていただきました。本当そのやっぱり歌声とかその人の感性とかでこう日本をこう元気に変えられたらいいなと思ってます。うん、それが一番の夢ですね。素敵です。
あ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。もう公にね、みんなの会を今度 ね、あのアピールできる番組とか考えてますので、ね、よろしくお願いします。もっとたくさん喋りたい人いいんですけど、今日ちょっと、はい、あの婚活活動も夢中になってて、ちょっと向こうの方でちょっといろいろ盛り上がってるので呼んじゃうのもちょっと申し訳ないなと思ってるんで、また次回の機会、ね、はい、そうですね、ありがとうございます。続くということで、はい、はい、どうもありがとうございます。今日も本当にありがとうございます。はい、あっという間の1時間でしたけれども、本当にね、私もハッピースマイルっていうタイトルでこの番組やらせてもらってるんで、いろんなたくさんの人が笑顔で過ごせるようにって、自分の歌もたくさんの人が笑顔になってほしいっていう思いで歌を歌っているので、はい、これからもなんかいろんなことで、そうですね、お互いによろしくお願いします。あのできれば僕たち の、 あの試合の時に、あの試合の前にこうエンジン組んでる時に、まあ一言言ってみれば何行こうかなと思うんですけど、あ、そうですね、一番いいかもしれないですね。そうですね、うん、その時僕 10失点ぐらい取られて、あの10対0とかで負けなければいいかもです、うん、こういうサッカーでは、でもコールドゲームないですからね。本当頑張ってもらうためにも、ちょっと私、ね、もし本当あのよろしければ、ね、曲も作ってみましょう、ね、はい、ね、ありがとうございます。で本当にあの短い間でしたけれども、はい、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は打って変わってジュダムールさんのお店をお借りしての放送となりました。皆さんもみんなの会興味がありましたら、ぜひあのナスウェーブのメールにあのメールください。もしかしたら私もいます多分はい、はい、ということで次のハッピースマイル3月は3月は31日が土曜日なんです。遡ってこの前段取りがしてない感じ。27ですかね。あ、そうだ、27です。そうなので、あ、一つだけちょっとすいません、ライブの宣伝1個だけ、はい、あのですね、すいません、あの終わり際なんですけれども、3月17日にサウンドクロスというのが大田原で行われます。6カ所であの行われるんですけれども、そこでいろんなアーティストさん集まってこういろんな会場で歌いますので、まあ、その詳細は全部ブログ、フェイスブック等々であげますので、ぜひぜひ皆さんいらしてください。ということで今日は本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さん1ヶ月間素敵な笑顔で過ごしましょう。ありがとうございました。苦しかったこともあったろう、その全ての思いを胸に。